続けてさあ今回ですけども、はい、コンパクトなバッティングな方法についてお話ししていきたいと思います、はい、というのもですね、公式 LINE の方でコンパクトなバッティングがしたいですとか、どうやったらコンパクトなバッティングってできますかっていうご質問をいただいております。はい、ご質問いただいた方本当にありがとうございます。ありがとうございます。そこで皆さんに質問です。コンパクトなバッティングで思い浮かべる選手っていますか？いますか？私が一番この人コンパクトなバッティングやなって思う人で思い浮かべる人、はい、ヤクルトの青木選手です。はい、どんな選手かもう皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、ちょっとモノマネしてみますねいきますよ。この右足が特徴ですね、まあ、こんな感じのバッティングされるんですけれども、はい、かなりね、まあ、コンパクトでシャープなバッティングしてます。まあ、青木選手みたいにコンパクトで鋭いバッティングしたいと思ってる人も多いと思うんですね、うんうん、でもそのコンパクトなバッティングって一体何なんでしょう、ね、なんかよく聞くけどね。そう、結構難しいでしょ、うん、だから今回そのコンパクトなバッティングの正体とどうやったらコンパクトなバッティングができるのか、その練習方法をお伝えしたいと思います、はいはい、そして続き公式 LINE の方でこのように動画のリクエストが送れたり、動画では話していない内容の話をですね皆さんにお届けしたりしますので、ぜひ今のうちに公式 LINE の方もご登録よろしくお願いします。はい、はい、では早速やっていきましょう。はい、じゃあですね早速コンパクトなバッティングがしたいと思ってたりとか、はい、コンパクトなバッティングをしろ、もっとコンパクトに振れっていう風にね言われてたりするっていうことは、うん、多分大振りになってるっていうことですね。はい、まあ、だからコンパクトにって言われるわけですから。そうですね、うんうん、ってことは大体の人がドアスイングになってるっていうことなんですよ。ほう、ちゃんとインサイドアウトって言って体の近くからバットが、ね、出せる人がコンパクトなバッティングしたいな、どうやってやるんかなっていうふうには思わないと思うんですよ、うんうんうん、もちろんね 100% ではないですよ、うんうん、なんですけどほとんどの人がドアスイングになっちゃってると思います、うん、でコンパクトなバッティングをしようとかコンパクトに振れって言われて、うん、じゃあ大振りを小振りにしようと、うん、コンパクトにしようとするとどうなるかっていうと、うん、まあ、大体考えるのがまずバットを短く持ちますね、はい、まあ、ほとんどの人が結構一番下まで持ってると思うんです、うんうんうん、だからよしちっちゃくしよう、短く持ちました、うん、で次に構えもコンパクトにしなきゃいけないから小さくしようとすると思うんです、はい、今までまあこんな感じでゆったり構えてたのが、まあ、ちょっとこうね、ちっちゃくしようと、うんうんうん、でさらにこの状態から内に行ってコンパクトにしなきゃいけないから、うんうん、すぐフォロースルーも小さくなる、うんうんうん、打つのもポンっていう感じに変わっていくと、だから全体的にキュッとちっちゃくなると思うんですね、うん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 、こういう感じ、うん、がコンパクトなバッティングと思ってる人がほとんどだと思うんです。でもスイングが基本的にはドアスイングのままなんですね。ほう、そこが変わらずに単純に全部をちっちゃくしてる。中にはねこれは違うと思って気づいてる人もいると思うんです、うんうん、でもどう直したらいいかわからないって思ってると思うんですよ。なるほど。で今の状態で大振りの状態でね、うん、コンパクトなバッティングに変えたところで、うんうん、もしかしたら三振はしなくなると思います、うんうんうん、大振りの時ってやっぱり空振りが多いと思うんで、うんうんうん、まあ、その状態を見てコンパクトなバッティングしろとかコンパクトに振れって言われてると思うんです、うんうんうん、じゃあその状態のままコンパクトにしました、うん、さっき言ったみたいにちっちゃくしました。そしたら今度当てに行くバッティングに変えてると思うんですよ、うんうん、ちっちゃくしてできるだけボールに当てようと。そうだね、うん、でもこの振りでは結局ゴロとかボンダが増えるだけですね、うんうんうん、だから三振空振りはもしかしたらちょっと少なくなるかもしれないんですけど、結果的にはボンダが増えてるだけ、うんうん、こねたバッティングになってるっていうのがほとんどだと思うんです。それだと全然意味ないですよね、うんうん、結局同じだね。結局アウトになっちゃってるんでヒットを打ちたいじゃないですか、うん、でもヒットを打つためのコンパクトなバッティングにはなってないと思うんです、うん、じゃあ本来の本当のコンパクトなバッティングって何なのか、それを説明したいと思います、はい、まず一つ目、はい、コンパクトなバッティングとは、はい、自分のバッティングポイントまでボールを引きつけます、はい、そしてトップの位置からバッティングポイントまで最短で出していきます、はい、さらにその最短で出していったスイングが鋭いスイングっていうことです、うんうんうん、これがコンパクトなバッティングっていうことですね、はい、なので一番大振りの人がコンパクトなバッティングするためにやんなきゃいけないことっていうのが、はい、バッティングフォームの改善です、はい、じゃあ普通のバッティングとコンパクト
ストのバッティングの違いの一番の違いは何かって言われたら、バッティングポイントまで最短でバットを出すっていうことなんですね。なるほど。だからトップの位置がここだとします、普通にバッティングするんだったら、こっからこのトップの位置からグーってきて、まあ、大体こういう感じで入ってくると思うんですね、まあ、私の場合は大体こういう感じで入ってきます、今みたいなバットの軌道、これが普通のバッティングです、じゃあコンパクトなバッティングをしよう、間を抜こうとか思う時ですね、特にいう時はどうするかっていうと、こっからもうこういう感じで出してきます、角度が違うっていう感じです。こっから最短って言ったら、こっからもうこうですね、こうって入ってくるか、ちょっとこうグーって入ってくるか、こんなちょっとの差なんですけど、これがめちゃくちゃ大きい差なんです。なるほど。だから普通に打席に立つ時とホームラン打とうとか外野フライ打とうっていう時とか、打ち方ちょっとずつ変わります。それはポイントまでのこのバットの入る角度が違うっていう感じですね。こういう風に入ってくるか、まあ、それが一番のポイントですね。コンパクトなバッティングの、なんかフォーム自体がめちゃくちゃ変わるとか、まあ、そういうことじゃない。見た目的にはそんなに変わらないかもしれないけど、でも入ってくる角度が違う。トップの位置からの距離が一番短くて速い、そしてそれを鋭くバンって振ってる。なるほどね。そういうバッティングするから結果的に内野の間を抜くバッティングとかライナーが多いと思うんですね、まあ、もちろんそれがパーンって当たればホームランになることもあるんですけど、基本的には速いゴロを打つ、角度が結構ついてるんでね、まあ、そういうイメージですね、コンパクトなバッティングっていう。じゃあ一般的にこう大振りだからコンパクトにしろっていう時の、あの大振りの修正とは全然違うね、イメージが。そうそうそう、単純に大振りにしてる人たちって、まあ、基本的にはこう、まあ、さっきも言ったようにドアスイングみたいになってるから、それをコンパクトにしようと思った時に単純にドアスイングがちっちゃくなってるだけだと思うんですね、そうじゃないんですよっていうことを、今からどういうふうにじゃあやったらいいのか練習していきたいと思います。はい、はい、じゃあですね、こんな感じでまずおなじみの200円のダイソーのバットです。じゃじゃーん。そして200円の突っ張り棒です。はい、結構長めのやつですねを用意して、このようにティーバッティングの穴にこうやって入れといてください。はい、はい、そしてこの状態でコンパクトなバッティングを練習していきます。はい、まずこの棒の1足2足分ぐらい後ろ、はい、後ろというか前横、にですね、足を置いてください。このように、はい、こんな感じで構えます。でこの状態で振っていきます。はい、普通に振れましたね。はい、ここに当たらなかったですね。はい、これができるとコンパクトなバッティングにすごく近づきます。なるほど。はい、多分ほとんどのコンパクトなバッティングができていない方は、はい、こっからうーっと当たってしまいます。はい、これに当たらないようにやる練習です。はい、だからまずやってほしいのが、肩の上にバットを置いてください。はい、でこの状態でステップして回転していきます。はい、まだ離しません。うん、肩の上に乗せてポイントまで来たら、この辺からバーンって出していきます。でバーンって振っていきます。はい、そしたら当たりませんね。こう乗せといて足上げてバン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 、これですね。この状態で振ってください。はい、これができるようになってきたら、自分の体の近くにね、こうバットを通してくるイメージすごいつきやすいと思います。はい、でこれが早い段階でこう離れてしまうと絶対に当たってしまいます。なのでずっと頑張って肩の上に置いといて、このまま回していきます。でこの状態、前やった胸がまだこっち向いてる状態、はい、おへそはこっち向いてる状態、キューっていう状態ですね、作ります。それもやらなきゃいけないんですね。はい、それもやってくださいよ。この状態を作って回ってくる、回ってくる、まだ我慢。そうすれば絶対に当たりません。でここからボーンって出していきます。バンバン。これはですね、じゃあまず初心者代表、私たちのスタッフ、はい、どうぞじゃあですね、普通に今まで通り振ってみてください。まず、はい、棒から1足か2足分ぐらい足横ですね。はい、はい、まあ、その辺で、はい、はい、いいですね。はい、でその状態で普通に、じゃあいつも通り当たったら痛いんで軽く振ってくださいね。軽く。じゃあお願いします。はい、はい、
じゃあこれを直すために、はい、まあ、普通に振ったらそう当たっちゃいました。当たりました。今までいっぱい練習してきたのにね。まだドアスイングが直らないのか。はい。じゃあさっき言ったみたいに肩の上に乗せてください。はい。で、まあ、ギリギリまで肩の上乗せて振っていく。ちょっとそれや、もう単純にそれだけやって意識してやってみてください。はい。はい。はい、ステップして。お、でそっから出していく。おお、当たらないですね。じゃあそれを早くパーンって振ってみて。おお。もう何回かやって。正面から見たらどうでしょう。おお、じゃあアウトコースそれで振ってみてください。アウトコースん。あ、届いてないですね。じゃあここがアウトコースですね。はい、ちょっとそっちからも見えるようにするんで、この辺ですね。はい、ピューって打つ。はい、これね。はい、肩につけたまま、つけたままこれを打つんですよ。届いてません。届きません。あ、そう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 。でそれでスイングして、おお、ぽくなってきたよ。もう一回もう一回。あああ、痛い。肩から離れるのが早いとそうなりますね、きっとね。肩に乗せてステップして、うん、多分インコースだよね。体開くの早いよね。おー、いいんじゃない。前やったさ、それこそさ、ここで見逃すって、腹筋に力入れるっていうやつを意識して、もう一回構えて、はい、じゃあステップして、そっからまだ胸は45度向こうっていうやつを意識しながら回転してきて、胸は45度向こう、おへそだけこっち、はい、で手出してくる。そう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 、ほらできた。出してくる。そう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 。どうですか、腹筋きます？結構きついです。はい、じゃあ普通にもう一回、じゃあ肩の上に乗せたまま早く打ってみましょう。おお、どうですか。どうですか。ちょっと正面から見ないと分かんない。もう一回。おお、結構いい感じじゃないですか。いい感じ。おお、いい感じ、いい感じ。腕の出し方は分かってきた？なんとなく。それがコンパクトなバッティングですごく近いです。そう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 。あー、いった。まあこんな感じで、ね、すごくね、手がこう離れると当たるようになってるんで、うん、その位置に置いてるって感じですね。ドアスイングになったら当たるっていう。じゃあちょっとだんだん分かってきたんで、普通に構えましょう。はい。普通に構えて。普通にステップして打ちに行きます。肩に置いてた感じを忘れずに。はい、当たりました。はい、こんな感じでバットが体から離れてくると、いわゆるアウトサイドイン、外からバットが入ってくるので、ドアスイングになってしまいます。だから これに当たってしまうっていうことは、このバット、肩の位置がこうやって離れちゃうわけですね。打ちに行くときに肩からバットが離れる。そうじゃなくて、今やってるのはこう持ってくることによって、バットと肩が離れない、この位置関係を覚えようっていう練習です。うんうんうん、なので普通に構えた時もしっかりこの状態、そうそう、そこを肘を伸ばしたりしない、こうやって、そう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 、前に来たら伸ばす、前に伸ばす、そうそうそう、はい、いいですよ。普通に構えてステップして、そっからそのまま肘伸ばさない、そう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 、前に来たら伸ばす。はい、いいよ。おお、いいですよ。そっから胸はあっちですね。まだ早いですよ。おへそは来てもいいけど、だからそこをもう一回やってみ。やった時ここに当たって、ここ離れてるやん。はい、これがダメなんですよ。これはこうです。こう。こうか。そう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 。そう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 。ここをずっと離さないで持ってくれば絶対当たりません。腹筋に近い力入れる。もっとこう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 、もっとここ、この肩から離さないように、手首手首手首もしっかりこうして、そう、そしたら寝るでしょ。この状態のまま持ってくる。ほら来たやん、ほらこう離れてないやん。来た来た来た。はい、じゃあポイント分かりました。やっぱ手首がこういう状態だとやっぱこうなってしまいます。はい、離れやすいです。
だからしっかりクッとしましょう。雑巾絞るみたいにクッとね、クッ、手首絞って親指の方に曲げる。その状態キープして回転していけばここは離れませんからね。はい、レッツゴー。はい、そう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 、もうちょっとゆっくりして、まだ体は開くの早い。で胸は向こうね、45度向こう。そう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 、左みたいに上半身と下半身が一緒に回ってきてしまうとバットが肩から離れやすくドアスイングになってしまいます。右のように胸が開くのを我慢しつつバットを振ることができるとインサイドアウトのスイングができるようになります。この練習って普通にいくらでもこっちに打ってしまえば絶対当たらないから、こうやってしまえば、うん、これではどこ振ってんのって感じ。ボール球こんなとこ投げてくるピッチャーおらへん。そうじゃなくてしっかりもう苦しいとこやらないと、やっぱり、うん、これめっちゃ腹筋使ってこっちが開かないようにでも開いてるみたいな、うん、この練習のしっかりバット持ってきて振る。はい、はい、どうぞ。苦しかったら正解ですから、もう窮屈なバッティングしていきましょうね。はい、こっちね、こっち打つよこれ、はい、打つよこれ、はい、はい、そう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 。じゃあちょっと試しにあっちにバット投げてもらいますね。当たらない上にバットをこっちに投げるという。うん、できませんまあこんな感じで練習してもらえば絶対当たってしまって違うんだっていうことがすごく自覚できると思うんですね。はい、ぜひ皆さんやってみてください。違うのは分かりました。はい、でも触れてる時もあったよ、こうやって当たらずにこう胸をさ意識したりとかしたらさ、うん、これはさ今そのやり方したらさインコースしか打てない打ち方になったじゃん。なったなった。これはみんな落ちるの？落ちる落ちる。じゃあ本当にバットを投げるのも合わせてやった方がいいんだ。あ、そうですね、最後やちょっと何球かだけやったやつ、うん、そうそう、うん、もう慣れてきたらやってみてください。なんか自分でさ、うん、やってもアウトコースが届いてるかどうかって分かんなかったです。分かんない、分かんない人も絶対出てくると思うんで、ぜひ正面からまず撮ってください。動画撮るのがいいんだ。まず動画撮ったらここ届いてませんから、バットがここにバットの芯通してバットの芯だけ出してきて、はい、通ってませんね完全に、うん、こういう素振りになってますから絶対こっち芯だからこの辺ですからね、この辺でもダメですから。アウトコースに芯が通ってればいいんだ。そうです。でそれができるようになるには、はい、投げるってこと？そうですね、それも分かりやすいし、動画で見て全然触れへんな、触れてないな、気づきました、じゃあバットを投げてみる。で投げてみたら行くとか行かないとか絶対出ますから、とかまたやっぱりこれに当たるとかというような感じなのでね、ぜひ皆さんやってみてください、はい。まあ、これができれば結構コンパクトなバッティングに近づくと思いますし、単純にドアスイングの改善方法ということですね、はい、まあでもよりこの、ね、近くを通して出してくるっていうのが意識できると思うんで、ドアスイングを直さないとコンパクトのバッティングができないってことですね。そうですね、まあ、完全にそうです、うん、ドアスイングが直ってくればあと角度の問題なんで、うんうん、こうやって出してくるかとかこうやって出してくるか、ここまでは絶対に一緒なんですよ。その微調整なんだね、コンパクトってな、修正するっていうのは、まあ、これが一番コンパクトなバッティングに近づくのかなと思います。はい、ぜひやってみてください。ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンダイブ。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。